おはようございます高野雲です昨晩私はですねジャズ童貞というタイトルの動画をアップしたんですけれどもね最初に聞いたジャズの話をいろいろしたんですねそしたらですね早速コメントがつきました、えー、北の国のブーコさんからのコメントです読んでみます私の場合はいきなり本物のジャズを聞いたわけではなくアニメ音楽のジャズっぽい曲から入りました最初は多分ルパン三世ただしジャズアレンジバージョンのジャムトリップルパン三世 演奏は今や伝説の和ジャズバンド石川明とカウントバッファローズという書き込みでございました、えー、北の国のブーコさんありがとうございます書き込み考えてみたらあそういえばそうだなと私思いました私もアニメっぽい音楽からジャズに入ってるなと思いましたそうジャズっぽい響きというんですかねあのジャズテイストのものを もうすでに小学校時代から味わっていてで少しずつ自分の頭の片隅にジャズっぽい要素が蓄積されていたからこそいきなりこうビル・エヴァンスの「カム・レイン・オア・カム・シャイン」を聞いたりとかねあのハーモニーとか聞いていきなりもうグッときたんですね。それって多分 まあ少しずつですけれども体に耐性ができていたというかジャズ的なる響きみたいなものが少しずつ少しずつ蓄積されていたから全く抵抗感なく受け入れられたのかななんて思いましたこのブーコさんからのコメントを読むまではですね あの私はボブ・ジェームズの「フォクシー」のねマーカス・ミラーとかスティーブ・ガッドのとかが一番最初のジャズだとまあもちろんねジャズマンが演じる演じた演奏したものがそれ最初かななんて思ってたんですけどいやいやいや考えてみたらそれ以前に全然ジャズ的なるものは。 こう聞いていたなみたいな無意識にね。あのジャズだと意識していたわけじゃないんですけれども、なんか楽しんで聞いてたなって感じしました。やっぱりね。大野雄二のルパン三世。私もこの辺りかな。なんて気がしますね。ルパン三世のあのルパンザサードってあり,ありますよね？あれっていくつかバージョンあるんですけれども、ルパンがまあ、最初のルパンは緑色のスーツでしたよね。緑色で黒いシャツに。 なんか黄色っぽいネクタイのルパンじゃなくて舞台がそれ日本でしたけども次のルパンは赤いスーツでしたよねその時のルパンのオープニングのテーマっていくつかバージョンあるんですけれどもビブラフォンねバイブがあの演奏してちょっとおしゃれな小粋なバージョンがあるんですけれどもそのタイトルは何ていうのか分かんないんですけどもねなんかあたかもボビー・ハッチャーソンと。 あのハービー・ハンコックがやっている「オブリーク」ってアルバムあるんですけれどもそれを彷彿とさせるようなビブラフォンバージョンの「ルパン三世」なんか今考えると非常にジャズっぽい感じがしてで結構ジャズですよね今考えてみたらねでもそれは「ルパン三世」の音楽アニメの音楽という意識で聴いていたので全然ジャズだって意識全くありませんでしたね。でも 今考えてみればそこら辺あたりがあの私のジャズの入り口だったのかなみたいな絵付けされてたのかなってその辺りから少しずつね <laughs> それで、まあ、中学入りましてで音楽の先生が非常に面白い先生でですねまだ音大卒業したての頃の若い女性の先生だったんでコードの話を本当に初期の初期の授業4月ぐらいの授業でし,たんですしてくれたんですよねそれで まあ当時流行ってた歌謡曲何の曲を例に弾いたのか分かんないんですけどこれをまあ,まあ一生懸命ねこう生徒の関心を得るために一生懸命考えたんだと思うんですけども当時流行っていたアニメソングか歌謡曲ヒット曲を普通にピアノで弾くとそれでもう生徒のつかみばっちりとじゃあこれをもうちょっとクラシック風に弾いてみますってそれでクラシック風に弾きましたと。いくつかの パターンでね、これをじゃあスローテンポで弾くとこういう風になりますとかいろんなバージョンでアレンジして弾いてくれたんですよね。それで最後にじゃあジャズっぽく弾いてみますということでそのアニメソングか歌謡曲をジャズっぽい和声でね、まあ、ちょっと鼻につくようなコードで弾いてくれたんですよ。そこに私はグッときちゃいましてですねうわーかっこいいなんと思ってそれで授業終わったと先生先生あのジャズっぽい アレンジ弾き方あったじゃないですかってあれすごく響きが全然違うんですけれどもああれセブンスいっぱい混ぜたのよみたいな感じでそれでて初めて学びましたよね例えば普通これ「C」っていうコードだから「ドミソ」なんだけれども7つ目の音「ドミソ」「C」っていう音をね黒鍵の「C」をポンって混ぜるとこうちょっと濁ったサウンドになるでしょとで。さらに 9個上の音、ドから離れてレミアスラシドレ,レの音を高さのことに、これナインスっていうのよみたいな、そうすると複雑な響きになるのよみたいなことを教えてもらって、おそうか、ジャズって複雑な響きなんだみたいなことを思ったことを、このブコさんからの書き込みで思い出しましたね。で、以来、なんかちょっとね、響きみたいなものがすごく気になってですね、例えば同じドミソでも、 みとかみそどとかそう組み合わせ次第でもそのコードを構成する音の要素は一緒でも少し響きが変わるぞみたいなことを自分なりにこうキーボード弾きながらまあ当時はまたピアノかピアノ弾きながら実験したりとかしてそれでなんとなくですけれどもそういう響きをいじくる遊びみたいなものを自然に興味持ったんですね。 だからそういう素地があったから割とねよしジャズを聴くぞって気合い入れてビル・エヴァンスのねポトレート・イン・ジャズを聴いて割とスッと入っていけたのはそういうのがあるのかもしれませんね。それであれでしょ中学2年生になったら「超軸要塞マクロス」アニメね放送されたんですけれども。 で、すごい私夢中になっちゃいましてですねサウンドトラックはもちろん買いましたしでさらにその「長寿供養祭マクロス」というアニメで、まあ、人気キャラクターの一人に林民明って女の子がいるわけですよねまあ林明美さんって書いて多分林民明と読むと思うんですけどね。まあ 中国人という設定で歌手という設定まあ歌手になったとアイドルになったという設定なんですけどその声優があのデビューしたてのというかまあシンガーソングライターとしてデビューするのはそのちょっと後なんですけども飯島マリーが声優をやっていてでさらに歌も歌えるということでねまあ音大生が声優になったみたいなことで当時はとても話題だったんですけれどもその,あの飯島マリーが歌う歌う シルバームリン・ミンメイを演じるイージマ・ワリが歌う「シルバームーン・レッド・ムーン」っていうのが歌手リン・ミンメイのナンバーとしてサウンドトラックに入っていたんですけれどもそこの短いピアノソロがとても小粋でおしゃれで、まあ、ちょっとボサっぽい感じなんですリズムはボサじゃないんですけれどもハーモニーであったりとか。 旋律みたいなのが今考えればちょっとねジャズボサっぽい感じがしてとてもおしゃれな感じがして私は林民明が歌う歌の中で一番好きだったんですね、まあ、当時林民明の代表曲といえば、まあ、私の彼はパイロットかシャオパイロンあたりだったんですけどその辺はちょっとあまりにもなんかピンポンパンポンキッキしすぎてて私にとってはちょっと子供っぽすぎたんですけれども当時のねでもシルバームーンレッドムーンだけはちょっと大人なムードだったので なんかかすごく惹かれましたとでも今考えてみればジャズ的要素がかなり入っていた曲だったなと思いでさらにその1年後私が仲裁になると今度はですね「走行騎兵ボトムズ」というアニメがですね 放映されましてですねもう全はもう夢中になって見たんですけれども「マクロスより面白いわ」なんてことでねいまだに私はあの最低野郎と言われるボトムズファンのことを最低野郎って言うんですね最低野郎の一人だと私は思ってるんですけどやっぱり例に漏れずプラモデルは買って作ったりとかでさらにはサウンドトラックも全部買って聞いたんですね。それであの走行機兵ボトムズっていうのは 大きく分まあ4つの章というのかなウド編あとクメン編惑星三叉編あとはあれクメン編って言いましたっけそっかそっかウド編クメン編惑星三叉編でさらにクエント編って4つの章に分かれているんですけれどもサウンドトラックはあのボリューム1がクメン編あごめんなさいウド編でボリューム2がクメン編それでボリューム3があれなんですよね 編編ととが一緒になってるとで全部買って聞いて特に私は「無双光景ボトムズ」のエピソードの中では「訓練編」がとても好きだったので訓練編を一番夢中になって聞いていたんですけれどもまあその中でのね響きもちろんジャズ的じゃないのかもしれませんけれどもトランペットの音色あのミュートトランペットの なんかが結構マイルスを放出とさせるようなテーマもあったりとかしでさらにですね宋光系ボトムズでの女性キャラであのココナって女の子が出てくるんですけどもね主人公キリコキュービーとつかず離れずのこう仲間たちの一人なんですけれどもそのココナがクメン王国でね内戦の激しいねメルキア製のクメン王国で相棒のバニラが天主になって。 ジャズバーというかね傭兵たちがくつろぐバーの歌手をやっ,になってたんですよでその、まあ、ジャズシンガーみたいな位置づけで歌う曲がですね「頼まれグッバイ」っていう曲があるんですけどもねそれはあのココナの声優の川波陽子という人が歌ってるんですけどそこがまたちょっとねブルーノート混じり混じりのですねちょっと鼻につく本当に何かブルース的な響きのですね 旋律の歌を歌って私もそれにすごいグッときたんですよねなんか歌詞もいいしですね本当はキリコのことを好きなんだけれども振り向いてくれないココナという設定の心情を歌ってるのかなん <laughs> からそう こ,こもなかなかかか良ったですしでそのバックはピアノ1台なんですよねそのバニラズカフェでプロのピアニストがこうちょっとブルースマンというかジャズマンみたいな人がこう演奏しているピアノがですねなかなかまあちょっとベタでくどいんですがいわゆるジャズ。 ブルースっていうのをジャズ・ブルースをあまり知らない子供たちにプレゼンテーションしてるようなピアノなんですけれどもそこにまんまと私はハマってしまいましてね,ですねあこれが音楽の先生が言ってた「セブンスがたくさん混ざったちょっと臭みくどみの効いた。 ピアノなんだなと思いそこばっかりカセットテープ巻き戻してですね <laughs> 繰り返し聞いていたりしてましたよねだそのように割とジャズ的になる響きみたいなものを考えてみればアニメソングで割と私の体内にはインストールされていたんだなということを北の国のブーコさんの書き込みで思い出しました でさらにまた1年経って、えー、坂本龍一がですね、まあ、YMO が参加し音楽図鑑を出しその次のアルバムが「未来派野郎というアルバムを出したんですねそれで「未来派野郎のツアーということで全国ツアーで「メディアバーンライブ」というライブをやったで全国回ってたわけですよで私は残念ながらそれいけませんでしたけれどもレコードになって2枚組のレコードになって「メディアバーンライブ」というライブ版が発売されましたとでまあステージでやった演奏を が中心に収録されているんですが中にはスタジオ録録音のものもも収録されていたんですねその一つが、まあ、エリック・サティの有あのジム・ノ・ペディーズの一番それと EX ・ジャズという曲があの吹き込まれていたんですねでちょっとダークな感じのニュアンスでちょっと濁ったハーモニーでそれを、まあ、シンセサイザー、まあ、当時の最新のフェアライト CMI の音色だったと思うんですけれども それが私がすごくですね意味不明だったんでちょっと難しかったんですよねちょっと難解に感じたんですよねでメディア版ライブというか坂本龍一のその当時キーボードマガジンの別冊か何かで譜面が出ていましてですねで私ちょっと高かったんですけれども坂本龍一の,その譜面集というか曲集みたいなの譜面を買ったんですね。 でそのメディアバーンの坂本一のピアノコーナーでね例えばあのパルコの CM にもなった「ゴリラがバナナをくれる日」だったりとか、まあ、もちろんサティの「自分のペディーズ」が入っていたりとか、ね「ディア・リズ」とか入っていてそれで EX ジャズもピアノ譜がそこスコアになっていたんですけど一生懸命私はそれピアノで弾きましたと。 でいやーなんか和音の重ね方複雑だな指の使い方難しいなみたいに一生懸命ですね一音一音こう解析しながら弾いていたんですけど本当にこれでいいのかななんて結構ね濁った音なんですよ濁っているけどちょっと刺激的な感じなんですよ。だからバーンっってちょっと ピアノ弾くだけだけとなんかすごく濁っていてなんか聴きづらいから俺下手なんだなみたいにちょっとタッチに強弱なんていうことにも気をつけながら弾かなきゃいけないのかななんて思いながら。 まあゆっくりゆっくりですね EX ジャズっていうのを指でなぞりながら追いかけていたんですねだ考えてみればそのジャズ的なる響きみたいなものをですねあの耳からだけじゃなくて指からもうでに私はインストールしていたわけですよねであの満を持して <laughs> ポートレート・イン・ジャズを聴いたみたいなねその数年後ですけれどもだからもう準備はすでにできていたって感じだったのかもしれませんね無意識に日常的に聴いていたものの ちょっっっとしたた断片にジャズ的なる要素ってていいうのがすごく入っていたんだなっていいうことを思い出しましまただからこそそういう体制ができていつの間にかですね体制が出来上がっていてみたいなだから全然ジャズ聴いてもわりかし早くあ面白いなって反応することがつまりハーモニーという側面からもうすぐにグッと来てしまったっていうのはまあずっとアニソンを聴いているうちにだんだん。 大丈夫だった例えばニンジン食べられない子がお母さんが一生懸命こう人参を細かく砕いて料理のいろんなハンバーグの中だったりとかグラタンの中とかいろんな子どもが好きそうなカレーの中とかね子どもが好きそうなメニューの中にちょこっとちょこっとずつ混入することによって少しずつ人参の体勢を作ってじゃあ人参食べてごらんって食べてみたらあ,あ意外とすんなり受け入れられたわみたいな感じなのかななんて思いましたねジャズって別に人参じゃないんですけどね <laughs> まあ例え話なんですけども <laughs> まあ なのでやっぱりねこうアニメのサウンドトラックを作るようなミュージシャンの方っていうのは、まあ、当然多分手法の一つとしてあと学びの一つとしてジャズ的な要素みたいなものも当然勉強してきた中でジャズのサウンドトラックとかも作ってきたあジャズじゃないアニメのサウンドトラックも作る仕事もしてると思うので、まあ、ジャズの の素養、好き嫌いは別としてで自分の表現の中にどれぐらいもうジャズ的な学んだものが入っているのかはあるんですけれどもでもやっぱり脈々とですねそういうジャズ文法みたいなものっていうのはもう当時の日本のミュージシャンの中には、まあ、ポップスやってる人の中にもそういうあとポップスだったりとかオーケストレーションだったりね、まあ、こうサウンドトラック作るようなミュージシャンの中には。 微量あるいは大量その人によって背後具合は違いますけれどもジャズ的要素っていうのはもう流れていたんだよねなんてことを思い起こしましたね。ということでごめんなさいあの先日というかもう昨晩アップしたジャズ童貞の続編ということでさらにさらに遡ると結構ジャズ私聞いてたのねってジャズっぽいもの聞いてたのねというねそれで下地作ってたのねなんて話を思い出しましたのでちょっと語ってみました。 ということで、また別の動画でお会いいたしましょう。さようなら。バイバイ。